まあ、札幌での競技がまずは安全、確実に実施されるように開催を支援をしていくとともに、世界中からこれ、注目をされるわけであります。まあ、多くの方々がまた訪れる、そういったあのチャンスでもあるわけでありまして、ここを最大限に生かしていかなければならない。またさまざまな波及効果を本堂の活性化にしっかりとつなげていかなければならないというふうに思っています。まあ、組織委員会や札幌市、道内自治体などのですね、関係機関はもとより、この短い期間の中で大会成功に向けて応援、そしてご協力をしてくださる民間企業をはじめとする皆様と連携をして、大会の成功に向けてですね、ワンチームでしっかりと取り組んでいくことが何よりも重要だというふうに思っています。町内の連携、そして情報の共有、これを一層図ってゴールに向かって全庁一丸となって取り組んでいきたい、そして素晴らしい大会であったということで、みんなが振り返るようにしていきたいというふうに思います。